ちは、カイトです。なんかね、あれやわ、変な感じやわ。久しぶりに日本語でなんかこう会話、自分自身で何発信するのがたくさんになってるな。はい、今私は、モントリオール、カナダのモントリオールに、住んでいます。で、一応ワーホリのビザを使って、ここに住んでるんですが、まあ、今公園にこんな感じで自転車止めてね、いてます。はい、で、季節はもう冬に近づいております。いや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 、ね、これからね、ちょっとワーホリをする女の子、男の子、皆さんにね、ちょっとシェアしたいなと思って、この動画を作ろうと思います。はい。ね、結構なんか、ね、モントリオールに今、11年、もう住んで、ね、なかなか、ね、楽しかったんですが、日本人がね、全く合わなかったですね。本当にもう、10人も会ってない、もうそんなにも会ってないな。だからなんだろう、結構、なんだろうね。ほんと少ないね。モントリオールは日本人が少ないイメージが多いです。で、まあ、フランス語と英語を学びたかったらもう、カモンベイベーという感じで、いい場所やと思いますよ。ただね、やっぱ、カナダ、日本人とね、やっぱ、するみたいんやったら、やっぱバンクーバーとかトロントがいいんかなとは思います。僕、トロントに2週間か3週間ぐらいいたんですけど、まあ、いましたね、日本人はいっぱい。で、かつ、まあ、なんだろう。まあ、モントリオールとかに来ると本当に合わないです。会っても話さないというか。そう、だから、なんだろう、日本語を話すチャンスがなくなってきて、日本語がすごい下手くそになります。今もう、もともと下手くそなんですけど、もっと下手くそに、なんかね、片言、カタカタになっちゃって、ほんまに。なんやろうな。何弁かもわからんな。関西弁。なんだろう、ほんま。ほんで、まあ、こんな感じで住んでて。そうそう。だから、なんだろうな。いい場所よ。モントリオールは。で、治安もいいし、ね。アートもたくさんあって、ジャズフェスティバルもあって。もう、ね。まあ、掘り来るんやったら間違いなしでしょ。で、僕自体も全然、個人的な意見なんですが、海外いたからって、なんやろ。日本人の友達は作らねえぜみたいなね、感じもあるじゃないですか。僕そっちタイプなんで、なんやろ、友達がいないんですよ、まず、その、だからまあ、いいんや。それはもうほっといて。そうそう、だから、友達がいない分ね、その分なんやろ。僕音楽をするのが好きなんで、それをもう何直線で、こう、ドドドドドンとやってる感じで。あと本読むのも好きなんで、本をね、借りて、図書館で借りて本を読んで、で、それでまあ、インスパイアされて、まあ、書いて、それの繰り返しって感じですね。まあ、ね、でもそれでも全然楽しんでるんで。いや、たまにやっぱ寂しい時はあるけど、もうね、今年24なんで、もういい大人なんで、ね、あんま子供みたいなビーチ、バーチク言ってる場合じゃないわけですよ。まあ夢をね、ちゃんと追いかけて、なんだろうな、やっぱ日本語喋ってないからあれかな、滑舌が悪くなってるな。すごい悪くなってる。あ、なんか歯詰まってるな。まあ、ほっといて。そうそう、まあ。モントリオールは楽しいよ、本当に。どこ向いたらいいかわからんな、これ。まあよ。そう。まあ、楽しむのがやっぱ一番よ。そう、俺は、その言いたいのがね、英語を話すんやったらやっぱり楽しまないといけないし、あとはまあ、何？やっぱ、トライする。トライもね、間違ってもいいからトライするのが一番なのよ。正直ね、僕歌クソ下手くそなんで、それをね、もっと改善したり、英語をね、もっとグラマー、ボキャブラリーとかをもっともっと増やしていって、それをもう、円滑にスムーズに、で、かつまあ、ね、楽しくできたら一番じゃないかな、と思います。
な感じで。まあ、このね、YouTube がすごい、全く人気ないんで、ちょっとね、誰かさん、宣伝してください。ほんなら、また、会いましょう。まあ、モントリオールは間違いなくいいので、あ、もしよかったら、僕の、ね、モントリオールビデオ、モントリオールビデオを見てください。ほんなら、ありがとうございます。さよなら、カイトでした。ボンジュー、ボンサーレ。Have a nice day. Bye.